津別町消費生活トラブル2022。津別町でも様々な消費生活トラブルが起こっています。消費生活トラブルに巻き込まれないために、実際に津別町で起こったトラブルをご紹介します。事例1、還付金詐欺。役場職員を装い、税金還付などに必要な手続きを装って、被害者に ATM を操作させ振り込ませる手口です。お金が戻る、 ATM、 銀行でなどの言葉が出たら疑いましょう。事例2、送りつけ商法。注文をしていないものを一方的に送りつけ、返送または購入代金を消費者に支払わせる悪徳商法です。身に覚えのないものは無視する、開封しない、処分する、送付元に絶対に連絡しないようにしましょう。津別町で実際に起きているトラブルを事例に、正しい知識を身につけ、消費生活トラブルに巻き込まれないようにしましょう。困った時には美幌消費生活センターへ。